次のドラゴンの攻撃、1年後。次のバイキングの攻撃、1年後。やばい、これはやばいぞ。ご視聴ありがとうございます。ウプ主の月葉です。あやめ諸島王国国王のあやめだよ。やばい。どれくらいやばいかというと、マジやばい。今回の同時襲撃まで7年もあったのに、何をしていたんですか？こことここに城壁を作って、あと鉄の採掘を始めたよ。鉄とか後回しでよかったんじゃないですか。だって工具が欲しかったし、鍛冶屋を作れば、武器も手に入るから国防上もメリットがあるし、いくら武器が作れても次の襲撃に間に合わなかったら意味がないんですよ。なんか月ちゃんに正論で諭されるの違和感。なんでですかー。ほら、バイキング接近中ですよ。規模は前回と同程度なようですが、どちらから来ますかね。城壁作ってない方向か。嫌だなー。ドラゴンも飛来してきました。本当に同じタイミングで来るじゃん。春はバイキング、夏は豪雨、秋はドラゴン、冬は寒波とか別々で来てほしいもんだよ。なんですかその枕の草子みたいな表現。国が炎に飲まれるを見るもおかし、不正のかけらもないですね。ドラゴンは一回火を吐いてすぐにいなくなったようですが、バイキングの放火攻撃が止まりません。あ、でも倒せたっぽい。いっぱい悪いことするからだもんね。またすぐに上がるはずですが、幸福度の下がりっぷりがやばいですね。それは仕方のないことだって受け入れるよ。国中燃えまくったけど、焼け落ちたのは小屋一つで済んでよかった。なお、ドラゴンの火炎による死者が1名いるようです。それは、ごめん。国民は謝罪よりももっと実用的なものを要求しています。何？お金とか？違います。この国、まだ墓地がないんですよ。遺体を弔う場所がなくて、ドラゴンの襲撃で家族を亡くした人々が困っています。言われてみれば、確かにお墓をまだ作ってなかったや。海に返したりとかはできない感じね。世の中、あやめちゃんみたいに死んでも絶対お墓に入りたくない人は少数派ですから、多分。私の遺骨は宇宙にばらまいてくれ。はいはい。あ、疫病発生です。どうやら、埋葬されなかった遺体が腐って、今回の疫病の源となってしまったようです。ダビにしといてよ。彼らは仏教徒ではないので、この疫病で二人が亡くなり、一人がここでの生活に絶望して国を去ってしまいました。ドラゴンとバイキングの同時襲撃はいい感じにしのげたけど、その後の対応がまずかったね。お墓を設置する場所に迷って、そこでもタイムロスしていたように見えましたが、今後の都市計画をいろいろ考えてなかなか決められんかったよ。家の近くに設置したら、住民が嫌がる建造物ってあるじゃん？ああ、騒音や煙、匂いが出る施設ですね。産業系や漁業畜産系の設備に多かったように記憶しています。しかし、お墓にそういうネガティブ効果は一切ありませんよ。そうだね。だからこそ、居住エリアと産業エリアの間にお墓を設置して、緩衝地帯にしようと思ったんだけど、なかなかいい場所がなくてね。結局適当に設置しちゃったよ。でも、この国で二度と同じ過ちをすることはないと思うから。さあ、気を取り直してまた働こう。それで、次は何をされるおつもりですか陛下。まずは考え、かな。国民が不潔になっちゃうから戦闘も作ってあげたいんだけど、バイキングが来ちゃったね。戦闘の前に戦闘が必要ということですね。あれ？ラップ対決はしないって前回。これはラップではなく、ただの親父ギャグですので。ああ、月ちゃんのギャグが寒すぎて、バイキングが逃げていく。海に出られるとどうしようもないんだよね。放火されて焼け落ちた家を再建築して、灌漑の続きやらなきゃ。水車と水道橋、貯水槽はもう完成しとるよ。島マップって、湖や川みたいなものがないから、真水が欲しいときちょっと困る。見た目は海っぽいですが、マップ中央の水場は淡水じゃないですか？そうなんだけど、今回は水車を作りたいと思った場所が軒並み塩水だったんだよ。確かに、今の農地は海沿いにありますね。白カテゴリーにある堀を使えば、陸地を淡水の水場に変えられるけど、陸地が少ないから減らしたくないし、仕方ないから、未開発の場所を考えすることにしたよ。って、ドラゴン来たじゃん。私は忙しいんだから、邪魔せんでほしいな。ドラゴンの攻撃が激化してきましたね。国の複数箇所に火炎ボールの攻撃を受けて、犠牲者も片手では数えられないほどになっています。
国の中央部分にもっとアーチャータワーが必要かも。ドラゴンの襲撃に耐え終わったので、考えの続きをどうぞ。と言っても、あとは戦闘を作るだけだよ。広範囲に幸福度上昇効果をもたらす上に、こいつがないと国民が不潔って理由で幸福度にデバフをかけてくる重要建築物。裸の国民を覗き見ることができる素敵物件でもあります。こいつを作るには、100個以上の石が要求される上に、水車で真水を供給しないと効果を発揮しないから注意ね。水道橋や貯水槽は石製で燃えにくいですが、ドラゴンの火炎で破壊されることがあるので、定期的な確認をお忘れなく。特に、陛下は灌漑地では井戸の代わりに噴水を設置されることが多いようですから、要注意です。噴水って、飲み水や消火用水にも使えるし、井戸の上位互換みたいなものでしょ？便利なんだからバンバン使えばいいじゃん。噴水は灌漑が止まったら水が出なくなって、ただの置物になるんですよ。例えば、ドラゴンの襲撃で水道橋を破壊されて噴水が止まったらどうしますか？至る所で火の手が上がっているにもかかわらず、国民は十分な消火用水を得られなくなります。この国は大火によって崩壊するでしょう。井戸も作っておこうかな。あと消防施設。消防施設は忘れがちですけど、できれば早めに欲しいですね。さて、またバイキングがやってきました。難易度ハードだけあって、襲撃スパンが短いです。しかも防衛の甘い方向から来ていますね。城壁は徐々にできとるけど、アーチャータワーが間に合っとらん。国庫へのルートがガラ空きじゃないですか。敵の3個ある小隊のうち、2部隊が国庫へ向かい近隣の強奪、もう1部隊は居住エリアに入って放火と誘拐を行う算段のようです。あ、待って。国庫のお金あるだけ全部持っていかれたんだけど。あまりのヤバさに字幕が画面に収まりきってないじゃありませんか。放火と亀に見えて派手な被害は少ないけど、やばい。お金、やばい。国民も10人以上誘拐されてしまいました。やばい。やばい。城壁、高くする。バリスタ、作る。連射性能はあまりありませんが、長距離、攻撃力を売りにしている兵器ですね。アーチャータワーも、作る。国の真ん中に、高い城壁を、建てる。その上に、バリスタを、置く。そのゴーレムみたいな喋り方、なんとかなりませんか。私は、お金と国民を奪われて、心を失った、国王。国、守る。バイキング、殺す。ドラゴン、食べる。さようでございますか。国防も大事ですが陛下、国民から石の数が足りていないのではないかという進言が来ていますよ。病院そうです、正解です陛下。陛下の心が破壊に支配されていなくて、私とても安心いたしました。破壊あ、まずいこと言ったかも。破壊、そうだ、破壊。なんか、嫌な予感がするので今回はここまでにしますか。城壁、守る、萎縮。萎縮、城壁、直す。強い。はい。やっぱりダメそうですね。それでは、今回も最後までご視聴、ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。別れの、言葉。消えた、国民。消え、さらわれた、国民。うわー。帰ってきてー。また次回も見に来てー。チャンネル登録と高評価。